最適レギュレーターの話をしようと思います。そしてだけです、ね、まあ、線形の制御システムなのでレギュレーターに形式があるんですよ。だからそれも線形代数の、そうそう、ね、笠原浩二先生の線形代数の分子問題か、その本に二次形式が詳しく書いてあって、そこを参考にしながら読んでください。ポンテリアリーの最適原理でもやりましたけど、終わりの時間での状態を与えるんですね。まあまあ、でもちょっとこれとはまた問題違うんだけど、
もう少し照明もきちんとつけながら丁寧に漕いでいくので、観測がかかる、観測が可能です。で、この立体式で横関数による最適性は、システム制御の中でも非常に標準的なものです。そういうものが一つあるもう。で、スタージェっていうのは、これをスタージェしましょう。個人的な好みとしてはきちんと照明をつけていきたいんですけども、まあ、一回しかないです。は、フィードバック。U はね、非正規ですけど、まあ、それをいろいろ変えてフィードバックする。なんか U を使うんですね。だからイントロでもある。できたのを振り分けるときに U対U みたいなですね、分けるみたいな、あれはちょっとこの違う形で入ってるんですけども、タールのインバース B の点の G E の X だから、こう出てきた XT、 あれ出てきた XT にこういう形の U を入れてもう一回回すと、ね、マニュアル系を、これはなんかイントロのすぐ後ぐらいにありますかね。行列じゃなかったですよね。
かち方とかいろんなところでこうひょろっと出てきたんですけども、有名なのは一括のテストは得意会が出てくるときに都会があって得意会っていうそのベクトル化がうまくある種の会の崩落線みたいなのっていうようなベクトル化になっているときはその崩落線も会になるんですよね。それはそのビフォーディスの意味から言うと明らかだ。その傾きをたどるような曲線が伸びますかということは何かそのベクトルは崩落線みたいなのがあると当然それをなぞっていくのでもうそういう過程になっていて与えられたベクトルが接してるわけです。だからそれも解になるのでそれはもうそういう話をするんですよ。こういうやり方ピーター・ディーの田中選手の A PT マイナス PT A プラス PTB R のインバース B C P についてあの線形ですね。で B の B の集団値の方ねえ。
水曜日は休みの日は、先週の A と C、たす CA、プラス C、マイナス P、G、R ユニバース、先週の D、マイナス D、インバース、先週の D、C、こういうことです。最終的にここに行くってですね、まあ、それを使って計算する方法もあるんですけど時間かかるんでね、これ実は加工法というのを評価するものになっているんですけども、トランジションですね。で、もう一つ言われて、重み関数が、重み関数の重み表示ですか。これが何でついてるかというと、問題でどこを重視したいかということがはっきりしている場合は、そこの重みをでかくすればいいですね。
ラス十数 x 分の2乗足す r 10分の2乗だから、これ同じ大きさで入っていれば これを最初足すわけだからすべて等しくね違う。例えば Q1 が Q2 や R の100倍ぐらいの高さだと、この X1 をものすごく小さくしないといけないですね。だったときに比べると小さくしない。でこれもちろんこの数理科学的には遠からんだけど、具体的な問題を知ってる人から見るとここはものすごく小さくしたいなとそういうことがある場合はここの係数の行列を今も一時的にやったらしたら小さくすればいいね。まあ、そういうことをするためにいろいろ重みをつけてやろうです。で、まあ、で、まあ、何回も前。リアプロブ方程式を使う。やる安定判明、安定性判明とする。
マン先生を
これは68なんですね。そうなんで、ゆえに P は正定値、対象の正定値です。まあ、不明電車でも、こういう求めてもいいですよね。でも、こういう求めてるんだったら、最初から自分ですと、A のこういう求めしたら早いけど。したがって、このシステムは全金安定。まあ、その、とにかく解けばいいっていう話じゃなくて、今、その、リアクター法で説明するので、例としてはますので、付き合わないと。で、こういう数を計算するとね、もともとの A のこういう数を計算すると、マイナス1とマイナス2になるんですよ。
の現代版ということは固定状態だから、これはまあね、あの確実な方向ではあるんですけども、とにかくこの時間が絶対過ぎてる、収束遅いんですよね。無限大に消えた時だからでかいのを切るんだけど、それはどのぐらいやればいいのかっていうのは、だいたいこう N ステップ目と N プラス1ステップ目の大きさの差がね、なんか2乗のノルム2乗を足してるとかみたいな計算して、すごい小さくなったなっていう小さい位置を決めておいて、それなんかね変なとこに、まあ、これ、うん、なんか一旦小さくなったけどまた大きくなった、そういうことがないといいんだけど、まあ、とにかく遅いですよ、この場合は、うん、だからあんまり今は使われないそうです。初期値の選び方によっては求めたいところと違うといったら加算したりするかもしれないですね。
形式を詳しく、まあ、いろいろな本に詳しく書いたんだけど、僕が読んで面白く読めたのは、笠原先生の もう一回やる気になったらその話しますけど、とりあえずこのぐらいにしようかなと思います。